この絵、今ちょっといいか？あ、ユージ、よかった。今ちょうど LINE 送ろうと思ってたの。今日は何時頃帰ってくる？今日は家政婦さんもお休みしてもらってるしさ、夏希も明日は小学校休みだから、3人で食事でも行かない？食事には行けない。え、どうしたの？もしかして仕事がまだ忙しいとか？いや、違うんだ。というか、もうその家には帰らない。どういうこと？もう帰らないってどうして？私、ユージに何かした？この家悪くないよ。いや、でもまあそっか。ことの発端で言ったら、カナエに原因があるっちゃあるんだけど。よくわからないけど、ごめん。とにかく一回帰ってきてくれない？食事はやめにしてちゃんと話がしたいんだけど。俺の話聞いてた？もうその家には帰らないって言ったんだけど。でも、ユージがどうしてそうなっちゃったのか理由知りたいし。ああ、そうだよな。単刀直入に言うと、もうカナエのことが必要なくなったんだ。え？ついでに夏希も、子供なんて邪魔なだけだしな。ちょっとユージ、夏希は私たちの大事な息子でしょ？どうしていきなりそんなこと言うの？大事だったよ、少し前まではな。でも最近は言い返すようにもなってきたし、だんだんあの生意気さが可愛く思えなくなってきてな。そんなのだんだん自我が芽生えてくるんだから仕方ないじゃない。それも見守ってあげるのが親でしょ。俺からしたら子供のせいでストレスがたまるなんて正直バカバカしくてやってらんねえんだよ。だからその家には帰らないことにしたんだ。意味がわからない。さっきことの発端は私のせいだって言ったよね。今の話を聞いてる限り夏希が嫌みたいに聞こえるんだけど。確かに夏希はもう自分の子供だと思わないほど可愛くもないけど、本当の理由はそこじゃない。俺はもうカナエを愛していないんだ。は？え、何？いつから？もう半年以上前からかな。だから俺は本当に愛する人と一緒になろうと思ってさ、これからはその人と生きていくことにしたよ。ちょっと待って、今なんて言った？本当に愛する人？まあそうだよ。俺は彼女と一緒に生きていくって決めたんだ。だから邪魔しないでくれるか？ねえ、分かってると思うけどさ、私たちって一応まだ夫婦なんだよ。子供がいるってことは夫婦であって親でもあるの。それなのに彼女って誰よ？一体何を言い出すの？お前も知ってる人だよ。は？ミカだよ。吉川ミカ。うちに来てくれてた家政婦だ。あ、ねえ、嘘でしょ？ミカさんと浮気してたっていうの？やっぱり気づいてなかったのか。いやー、ミカもあれもうまく隠しきったよな。まさか半年間もこんなにうまく隠し通せるとは思ってなかったよ。信じられない。最近ユージが仕事休みの日とミカさんの休みが被るなと思ってたけど、たまたまだって思ってたのに。残念だったな。まあ今回に関しては俺らが一枚上手だったってことで。そういうわけだから離婚してほしいんだよ。そういうわけだからってどうしてそんなにあっさりしていられるの？夏希だっているのに家政婦と浮気なんて。すごいな。しょうがないだろ、お前に魅力はないんだから。その点ミカは家政婦ってだけあって料理もうまいし家事もできるし、おまけに若くて美人。いやー、お前が働きたいって言うから仕方なく家政婦頼んだけど、最初は渋ったけど頼んで正解だったわ。最低。夏希のこれからはどうしてくれるの？いきなり父親がいなくなるなんて。そんなの母親のお前がどうにかしろよ。ま、その家はお前らが住み続けていいからさ。俺はミカと別の家で幸せに暮らすから。そんな自分勝手なこと許されると思ってるの？それにユージはお父さんの会社で働いてるのに、今後も続けていけると思ってる？会社を辞めるよ。父さんいろいろうるさそうだしな。俺もミカもそこそこ貯金あるし、適当に暮らすわ。そんな勝手な。まあとりあえずそういうことだから、親子二人で頑張れよ。ちょっとユージ、ねえってば。カナエ、久しぶり。元気にしてたか？は？ユージ、やっぱ大事な旦那を覚えてくれたんだな。寂しかっただろ。
ごめんな、いきなり出て行って。ふざけないで、寂しかったわけないでしょ。大事な旦那って、家政婦と浮気して出て行ったくせに。まあまあ、そんなに怒るなよ。3年前の件は俺も悪かったと思ってるって。でもさ、言うた3年前のことだろ。もう時間も取ってるんだし、お互い水に流そうぜ。お互いって何？一方的に火があるのは有事の方でしょ。それなのにお互い水に流そうなんて笑わせないでくれる。ああ、なんか強気になったな。まあそれもそうだよな。一人で子育てするしかなかったんだし、強くいなきゃ生きていけねえよな。今更何の用？言っておくけど、夏樹には会わせないからね。別に会いたかねえよ。今日連絡したのはそんなくだらないことじゃない。もっと大事な話だ。くだらないですって？あなた自分の子供のことなんだと思ってるのよ。いいから聞けって。俺美子とは別れたんだよ。へえ、そうなの。で？で、日雇いとかいろいろやってたんだけど、金もなくなってさ、だから家に帰ろうかと思って。はい？家って？私と夏樹が住んでる家に帰るってこと？そうそう、ふざけないでよ。どうしてあんたなんかとまた一緒に住まなきゃいけないわけ？おい、勘違いすんな。誰も一緒に住むなんて言ってないだろ。え、どういう意味？俺がその家に帰るんだから、お前と夏樹は出て行け。何言ってるの？あなたが3年前出て行くときに私たちが住んでいいって言ったんじゃない。まあ、あの時はそう思ったけどさ、金もなくなって住むとこもなくなったわけ。で、その家はもともと俺の家だろ。だから俺が帰るから、お前らは邪魔なの。だから出て行けって言ってるんですけど。ふざけないでよ。いきなりそんなこと言われたって困るわ。まあ、俺もそんなに鬼じゃないからな。今日から1ヶ月だけ待ってやるよ。荷物まとめたり、転校の手続きとかしなきゃいけないだろ。せっかく夏樹もたくさん友達ができたのに、なんであなたのせいで転校なんかしなきゃいけないのよ。うるせえな。いいか、むしろ今まで済ませてもらってたんだぞ。もっと俺に感謝するべきだろ。それは、とにかく猶予は1ヶ月だからな。俺が戻ってきた時にお前らがいたら不法侵入で追い出してやる。もう離婚してて他人なんだからな。せいぜい頑張れよ。ようかなえ、久しぶりだな。明日が約束の1ヶ月だけど、ちゃんと準備はできてるんだろうな。できてます。というかもう数日前に出て行ってるので。おお、さすがだな。かなえ、昔から仕事ができる女だと思ってたけど、こういう時もちゃんとしてんだな。それはどうも。で、話は変わるんだけど、私に何か言うことがあるんじゃないの？かなえに言うこと？別に今更何もないけど。でも強いて言うなら、最近まで家に住んでくれてありがとな。きっと綺麗好きのかなえのことだから、ちゃんと綺麗に保ってんだろ。そういうことじゃなくて、いまだに慰謝料支払ってないよね。え、マジか。まだ慰謝料のことなんて覚えてたのか。当たり前でしょ。3年前せっかく探偵に依頼してあなたたちの住所を突き止めたのに、慰謝料の請求をとんずらしたわよね。だからなんだよ。慰謝料の請求が来たから即引っ越したんだ。俺は慰謝料も養育費も払うつもりはねえよ。絞り取ってあげるわよ。え？絞り取るってお前、俺は働いてないんだぞ。そんな俺からどう絞り取るって言うんだよ。まあそれは今すぐは無理かもしれないけど、あなたが働き始めたら給料差し押さえでもいいから支払ってもらうわ。というか今すぐに借金してもらってもいいんだけどね。借金？おいおい、冗談だろ。いくらなんでも元夫にそこまでやるか。いくらでもやるわよ。あなたは私と夏樹を裏切って出て行った上に浮気してたんだから、 100% 非はあなたにあるわ。何を言われても俺は払わねえよ。とにかく明日彼女とそっちの家に帰るから。は？彼女？うん、嫉妬しちゃった。ごめんな、俺何歳になってもモテモテでさ、ミコと別れてすぐ今の彼女と付き合ったんだわ。信じられない。本当にこの3年間で何一つ変わってないんだね。
むしろ良かったわ。あなたが出て行ってくれて、夏樹にもこんな人が父親なんて思わせたくないしね。ずいぶん好き勝手言ってくれるじゃねえか。お前さ、自分が仕事して子供一人育ててるからってあんまり調子に乗ってんじゃねえぞ。あなたこそ常に彼女が途絶えないからって自分すごいとでも思ってるんでしょうけど、あなたがただ女たらしなだけだから、その辺勘違いしないでくれる？なんだと？どうせ今回の彼女さんにだって家を持ってるとでも言って釣ったんじゃないの？え、なんでそれを？だってどう考えてもおかしいじゃない。日雇いでまともにお金もなくてルックスも微妙な人とわざわざ付き合う物好きがどこにいるのよ。持ちがあるとか言ってちょっと資産があるように見せかけてうまく釣ったんでしょ？うるさい！結局俺と付き合ってるのは事実なんだよ。お前が口突っ込んでくんな。まあそれもそうだね。俺はな、新しい彼女と幸せに暮らすんだよ。邪魔すんじゃねえ。はいはい、まあせいぜい普通の生活できればいいけどね。あ、おい、どういう意味だよ。それじゃ。待て、かなえ。どういう意味か説明しろ。おい、かなえ、これは一体どういうことだよ。邪魔するなとか言ってなかった？私も夏希との生活があるから邪魔しないでほしいんだけど。今そんなこと言ってる場合じゃねえんだよ。なんで家の鍵が開かないんだ。もう彼女の引っ越しの荷物も運んできてんだよ。何の話？とぼけんな。お前もしかして家を出て行く時に細工したのか？俺たちが家に入れないようにって嫌がらせしてんだろ。はい？そんなことするわけないでしょ。変な勘違いやめてくれる？じゃあどうしてだよ。家に入れなかったら元も子もないだろ。無理やりこじ開けるわけにもいかないし。やめた方がいいよ。修理費支払う羽目になるから。修理費も何もこの家は俺のものだ。お前、自分が追い出されたからって嫌がらせか？この家は俺が彼女と住むんだ。邪魔すんじゃねえ。もう売りに出したけどね。は？お前何言ってんの？あれ、送信できてなかった？その家は売りに出したって言ってるんだけど。え、家を売りに？そう、だからもうとっくに家の鍵は不動産屋さんの方で変えてくれたし、その家には契約なしには住めないってこと。理解できた？どういうことだよ。この家は俺のものだろ。なんでお前が勝手に売りなんか出してんだよ。俺のもの？何寝ぼけたこと言ってるの？その家は私のものよ。はあ、お前こそふざけたこと言ってんじゃねえよ。その家は俺が建てたもんだろ。お前は一円も出してないだろうが。あのさ、それ本気で言ってんの？当たり前だ。俺に養われて生きてたくせに。私だって働いてたし、生活費は完全折半だったよね。でも家は俺だ。あの家は俺が建てたものだ。勝手に売るなんてできないだろ。何回も言わせないでくれる？あの家は私がお父さんから譲ってもらったの。え？私もまんまと騙されたわよ。結婚してすぐに家を建てることになって、あんたが全部自分のお金で建てるって言ってたから、てっきり本当にあんたが建ててくれたんだと思ってた。でも嘘だったんでしょ？なんでそれは。あんたが出て行ってすぐにお父さんが家に来てね、あんたが浮気して出て行ったことに対して謝罪されたわ。それと同時に家のことを聞いたの。土地も家もお父さんのお金で建てたってことをね。それは散々見栄張って偉そうに言っておいて、自分だって結局お父さんに払わせてたんじゃない。仕方ないだろ。俺だってあまり給料高くなかったし、父さんだって立ててやるって言ったんだ。お父さんは私たちの結婚を祝って立ててくれたのよ。でもあんたはそのお父さんの好意も裏切った。だからお父さんは私に譲ってくれたの。ろくでもない息子のお詫びに土地と家の名義をね。嘘だろ。じゃあこの家はもうお前名義で、それをお前は売りに出してマジで住めないってことじゃねえの？だからそう言ってるでしょ。おい待ってくれよ。彼女になんて説明すればいいんだよ。家があるからって俺についてきてくれたのに。知らないよ。自分たちで考えれば。俺たちを見捨てる気か？
このままじゃ金もない、住むところもないでやばいんだ。まだ家売れてないんだよな。だったら売りに出すのやめて俺譲ってくれよ。は？嫌に決まってんでしょ。どうしても住みたいなら自分で買えばいいじゃない。そんな、それじゃあね、モテる自慢するんだったら金持ちの女社長にでも養ってもらえば。まあそんな物好きいないだろうけど。そのまま私はユージの LINE をブロックし、ついでに着信拒否までしてやりました。ユージは結局どうあがいても元の家に住むことはできず、ついてきてくれた彼女にもあっさり捨てられたんだとか。両親に助けを求めた結果、ユージはお父さんの経営する会社の子会社に飛ばされてしまい、今では働いていたお給料も慰謝料の支払いのために差し押さえられているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。